きらびやかな衣装に身を包んだ子どもたちが町を練り歩いて五穀豊穣を祈る伝統行事が筑後市で開かれました。室町時代に始まり600年以上の歴史があるとされる筑後市水立天満宮の稚児浮立は12歳までの子どもたちが舞を披露しながら町を練り歩き五穀豊穣などを祈ります。シャグマと呼ばれる麻でできた被り物をつけハエアレという意味のハーエンヤーアイという掛け声を上げます。福岡県の無形民俗文化財にも指定されていて笛や太鼓を鳴らす音から地元ではドンキャンキャンとも呼ばれています。楽しいけど打つ時のタイミングがよくわからないです。難しいです。みんなと一緒に太鼓叩きたりみんなと一緒に行動できるからです。いい気分です。子どもたちは3時間にわたる練り歩きを終え無事水立天満宮の本殿前で舞を奉納しました。